ゆぼわん流星です。2024年3月31日世界周遊112日目です。ということで今どこにいるかというと、世界周遊第11カ国目スリランカ民主社会主義共和国に来ているよ。今回は最大都市コロンボの街を散策したいと思います。それではレッツゴー。マシャラ旅、今回はスリランカ民主社会主義共和国、スリランカ最大の都市コロンボの街を歩きます。それではどうぞ。ここコロンボには昨日の真夜中に到着しました。これからいろいろ観光地とかね、街歩きをするんですが、スリランカコロンボではピックミースリランカっていうアプリがあって、これでねタクシーをすぐに呼ぶことができます。結構流しのトゥクトゥクとかを使うとぼったくりが多いらしいので、それをね今回は使っていきたいと思います。ということで、まず最初に行くのはこちら、仏教寺院のガンガラーマ寺院です。それではね早速中に行きたいと思います。この寺院の歴史はそんなに長いわけではなく、約120年前に創設されました。スリランカの仏教はジョーザブ仏教でタイと同じなんですが、キラキラしている寺院ではなく、こんな感じでね日本に似たシンプルな造りです。そしてこの寺院、何が面白いかというと、タイ仏教、ミャンマー、中国仏教、それぞれのね特色が融合している仏教寺院です。中心にはこんな感じで黄金に輝いているブッダが安置されてます。そしてねそれを囲うように建物があって、そこにもねたくさんのブッダが安置されています。段差がねすごいところも飛ばすんで転げ落ちそうになりました。はい、ということでねまたコロンボの街を散策したいと思います。結構ね道綺麗ですね。落ちてるゴミも少ないし歩きやすいです。スリランカの言語はシンハラ語とタミル語です。すごいねこれ、赤いのがシンハラ文字、そして青いのがタミル文字ですね。全く読めない、暗号みたい。そしてこの辺りはさっき以上にローカル感があっていいですね。私が今いるここがメインストリートだそうです。そしてこの後ろに見える建物、これはね多分昔の市庁舎とかだと思うんですが、イギリス統治時代に建設されたものです。だからコロニアル調というか、ちょっとヨーロッパをね思わせる、そんな建物です。すごく古いトラック、インドのタタですね、タタモーターズのトラック、すごいな。なんでこの標識こんな道路の真ん中にあるんでしょうね。すごいな。こっちもカオス、人がすごく多い。3月下旬のスリランカの現在の気温は37度です。
意外とね湿度は高くないのでそれが救いですが、それでも暑いですね。もう歩いてるとね汗が滝のように流れてきます。このローカルバス、古いバスいいですね。さっき乗ったけどね、そしてこの辺は市場ですね、マーケット、細かいお店がたくさんあります。この道沿いもマーケットですね。売ってるものは服とかサングラスとか、あとは子供のねおもちゃとかも売ってます。値段は結構安め、服はだいたい1000ルピーから1500ルピーなので500円から750円ぐらい。なんかアクセサリーとかだとね200ルピーぐらいからあります。なので日本円にすると100円ですね。すごいなこの辺、道路が石畳で建物もヨーロッパみたいな感じ。ほらこっちも、で今どこに向かっているかというと、昔病院だった場所がレストランとかカフェとか、あとは雑貨屋さんにね改装されて観光スポットになってるみたいなんで、そこに向かってます。はい、ということで到着しました。ここはダッチホスピタルです。イギリスに統治される前、17世紀スリランカはオランダ領でした。そのオランダ領時代に建設された病院をレストランとかカフェにね改装して観光地化したところです。すごいね。昔の病院とは思えないほどおしゃれな作りです。この辺はねやっぱり古いレトロな街並みというか建物ですが、この後ろにはねこんなに高いビルが建ってます。このように雑貨屋さん、お土産屋さんもあります。朝のシャツ、スリランカの国旗付きですね。朝 100% で値段がいくらだ、8550ルピーなので日本円で4200円ぐらいか、ちょっと高いね。T シャツもスリランカらしくてすごくおしゃれですね。ちゃんとシンハラ文字も書いてある。 T シャツがだいたい3600ルピーぐらいなんで日本円で1800円です。これはハンドメイドのボディーローションとかシャンプーとかですね。これもボトル1つ3500ルピーぐらいなので日本円で1700円ぐらいです。結構ボトルおしゃれですね。はい、それではこれからカフェに行きたいと思います。今回はこのティークラブです。いいね、なんかすごく建物もおしゃれだし。さあ中に入りましょう。セイロンティーって美味しいですね。スリランカ、この島の名前はセイロン島、そして昔はねスリランカという名前ではなくセイロンと呼ばれていました。でもちろんねスリランカのお茶といったらセイロンティーですね。本当に風味があってね美味しいです。はい、ということで海岸沿いにやってきました。すごい海が広がってる。なんか雰囲気がオーストラリアのゴールドコーストにちょっと似てますね。こんな感じで高いビルが結構たくさんあります。はい、ということで桟橋のところにやってきました。人がたくさん、そろそろね日の入りの時間ですね。
今すぐそこのお店でスイカの絞りたてジュースを250ルピーで買いました。日本円で175円。これ飲んでね、夕日を待ちたいと思います。はい、ということで現在の時間午後6時20分夕日が完全に沈みました。そしてビルもね、明かりがつき始めた。すごくここの夕日綺麗ですね。反対側の空も雲がまだ赤く色づいていていいですね、これ。はい、ということで今回の動画ではコロンボの街を散策しました。本当にね、魅力的な街ですね。夕日も綺麗だし。ということで今回の動画これで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。